ヘーラーはギリシア神話に登場する最高位の女神である。長母音を省略してヘラ、ヘレとも表記される。その名は古典ギリシア語で貴婦人、女主人を意味し、結婚と母性、定説を司る。ヘーラーのソえ名はガメーラ、ズユギアで、アルカディアのスチュームパーロスでは女性の一生果てを表すパイス、テレアー、ケーラーの三つの名で呼ばれた。 ホメーロスによる長編女子詩イーリアスでは、白い腕の女神ヘレー、目牛の目をした女神ヘレー、黄金の魚座のヘレーなど、特有の形容語を持っている。ヘイラーは、オリュンポス十二神の一柱であるとともに、神々の女王でもあった。威厳のある展開の女王として、絶大な権力を握り、権威を象徴する王冠と王爵を持っている。 虹の女神イーリスト季節の女神ホーラたちは、ヘーラーの伏進の使者や、児女の役目を務めた。また、アルゴス、スピンクス、ヒュドラー、ビュートーン、ラードーン、カルキノス、オオサソリなどの怪物を刺激する場面もある。世界の西の果てにある不死のリンゴの園、ヘスペリゲスの園を支配していた。結婚、三次、主婦を守護する女神であり、古代ギリシアでは、 一夫一夫性が重視されていた。嫉妬深い性格であり、ゼウスの浮気相手やその間の子供に、苛烈な罰を課しては、様々な悲劇を引き起こした。夫婦仲も良いとは言えず、ゼウスと、よく口論になっている。また、多くの神々や英雄たちの物語が、ヘーラーの敵意を軸にして展開することも多く見られる。毎年春になると、ナウプリアの カナートスの聖なる泉で沐浴して、苛立ちをすべて洗い流し、諸女性を取り戻し、アプロディティにも劣らず展開で最も美しくなる。この時期にはゼウスも他の女に目もくれずに、ヘイラーと愛し合うという。聖鳥は、孔雀（カッコウ、ツルで聖獣はメウシ。その象徴はユリ、ザクロ、リンゴ、タイである。ローマ神話においては、ユーノーと同一視された。この、 ヘーラーの名が英雄の語源となっているという推測はアウグスティヌスやセビーリアのイシドルスの著書に記されている。神話ではクロノスとレアーの娘でゼウスの姉にあたる。ティーターのマキアーの間オケアノスとテーティウスがヘーラーを預かり世界の果てで養育した。もっとも養育したのは他の神であるとの伝承もある。ヘーシオドスによればヘーラーはゼウスが三番目に。 兄弟姉妹婚した制裁であり、その婚礼の場には書伝がある。ヘーラーとゼウスの婚礼は、聖なる婚姻として、ギリシア各地で行われ、二人はマニアレース、エーレテュイア、ヘイベイを設けた。ヘイパイストスは、ヘーラーの子であるが、ゼウスとの愛の子か、ヘーラーが一人で設けた子かについては、遺伝がある。ゼウスとヘーラーゼウスと結婚するにあたって、以下のエピソードが有名である。 起きの女神テミスと結婚していたゼウスは、ヘーラーの美しさに恋に落ち、格好に化けて、ヘーラーに近づきを犯そうとした。しかし、ヘーラーは、抵抗を続け、決してゼウスに体を許さなかった。ヘーラーは、交わることの条件として、結婚を提示した。ヘーラーに魅了されていたゼウスは仕方なくて、ミスと離婚すると、ヘーラーと結婚した。また、ゼウスとヘーラーの関係は、 結婚前から久しく続いており、タイローンさんで交わっていたとも言われる。ある時ヘイラーは、ゼウスと争った後に、オリュンポスから離れタイローンさんに隠れた。ゼウスはヘイラーを誘い出すため、花嫁衣装で着飾った、大きな女性の木具人形を作り、新しく結婚すると言って、動産中を通行した。それを聞いたヘイラーが飛び出して、新しいゼウスの日の衣装をむしり取ると、 木造であることに気づいて和解した。オリュンポス十二神の中でも、情報収集能力に優れた描写が多く、ゼウスの浮気を迅速に察知するなど高い、監視能力を発揮する。ギリシア神話に登場するオガミは、そうじて女好きであり、ゼウスは、その代表格である。そのため、結婚の守護神でもあるヘイラーは嫉妬心が深く、ゼウスの愛人やその間に生まれた子供に復讐する。 自分の子孫にも、容赦のない一面も持ち、ゼウスの愛人になった総孫、セメレーに人間が直視すると、致命的な危険があるゼウスの真の姿を見たがるように、仕向ける、ヘーラクレースに惚れ込んで黄金の帯を譲る約束を、下孫のヒッポリテイの部下を先導して、ヘーラクレース一行を襲わせ、最終的には、潔白を示すために無抵抗のまま弁明を試みる。 ヒッポリテをヘイラクレースに殺させると両人に悲惨な最後を遂げさせている。しかし、浮気な夫とは対照的にヘイラー自身は低粛である。気が強く、ゼウスの浮気を手助けした栄光、ディオニューソスを育てたイーノーとアタマース、ヘイラーの養殖の美しさを競ったシーデイと、ゲラーな、ヘイラーと意見を違えたテイレシアースなどを罰している。ポセイドーン、アテーナー、 アポローンと共にゼウスに対して反乱を起こしたこともあり、その際ゼウスはヘーラーを凝らし、天井から吊るし上げている。また、ヘーラクレースの船隊がトロイアから帰る途中、ヒュープノスにゼウスを眠らせ、嵐を送って、ヘーラクレースの船をコース島に漂着させた。その後、目覚めたゼウスはヘーラーをオリュンポスから宙吊りにした。最も特殊な遺伝は、 コメーロス風参加の中のアポロオン参加であろう。ゼウスが血の女神アテーナーを一人で生み出したことや、彼女の産んだヘイパイストスがアテーナーに身をりすることに腹を立て、ティーターン親族の助けを借りて、胆性でテューポーンを産んだとされる。アルゴナウタイの物語では、自分を冒涜したペリアースを罰するためアルゴナウタイを庇護して、その冒険を助けている。天の川の起源。 ヘーラーの母乳は飲んだ人間の肉体を不死身に変える力があり、ヘーラクレースもこれを飲んだために、乳児時代から驚異的な怪力を発揮できた。また、この時にヘーラクレースの母乳を吸う力があまりにも強かったため、ヘーラーはヘーラクレースを突き飛ばし、その際に飛び散ったヘーラーの母乳が天の川になった。なお、ヘーラクレースはヘーラーの子ではないが、 ヘーラーの栄光という意味の名を持つ。ヘーラクレースが神の座につくとき、ヘーラーは娘のヘイベーを妻に与えた。自分の美しさを認めないという理由でパリスを恨んでいるためトロイアを滅ぼすことに就寝しており、トロイア戦争ではアテーナーと組んでギリシア側に味方する。ギリシア側の英雄たちを助けて戦いながらアテーナーと力を合わせ敵対した。 アプロディーテーの常人であり自らの息子でもある、戦いを司る神、アレースを撃退する。また、ギリシア軍の劣勢に気をもむヘイラーは、アプロディーテーの宝隊を借りて、トロイア軍を助けたゼウスを魅了し、しばらく、トロイア戦争のことを忘れさせようとした。腕っぷしも強く、トロイア軍を支援したアルテミスを素手で打ちのめす逸話も、ある。ヘイラーは、 サモス島で誕生したと考えられており、サモス島は古くからヘーラー信仰の中心地となっていた。また一説にサモス島におけるゼウスとヘーラーの結婚式の夜は300年の間続いたという。元来はアルゴス、ミュウケーナイ、スパルタ島のペロポネーソス半島一帯に格好たる宗教的基盤を持っており、かつてアカヤ人に信仰された死母神であったとされ、 北方からの征服者との和合をゼウスとの結婚で象徴させたと考えられる。ニカミの不和は両者の崇拝者が敵対関係にあったことの名残とも考えられている。アルゴスの神殿にあるヘーラー像は格好の止まった玉杖とザクロを持っていた。ありがとうございます。